入門古典力学ということで、今日からはですね、大体2回くらいに分けてかな、回転座標系の力学っていうのを扱っていこうかなと思います。まあ、なんかこう地球とか見えてると思うんですけど、そう、実は地球とかにも関わってくる話、いわゆるコリオリ力っていうのあるじゃないですか。よく聞いたことありますよね。まあ、あれについて話していきましょうというところですね。大気の循環とかをですね、司っていたりするんですけど、あとは飛行機がこうまっすぐ飛ぶのに、それを計算に入れないとね、地球に置いてかれちゃうとかっていうのがあるんですけど、そういったこう慣性力の話というかを見ていこうと思いますね。ってことで、まあ、まずはですね、このなんか地球の話とかいきなりしても難しいと思うんで、まあ、簡単な円運動のあたりから話していければなというふうに、思っておりますということで、まあ、第1回はですね、半径が一定の、まあ、円運動、まあ、高校の時やったやつですね。で、あれと半径が変化する時の円運動。まあ、その2つをですね、とりあえずは扱っていければなと思います。まあ、その中で、回転座標系の力学読み解いていく上での、まあ、なんていうか基礎知識が手に入るので、まあ、そういった形でですね、授業を進めていければなと思っております。というわけで本日も頑張ってやっていきましょう。ヨウツベ先生の数学教室。さて、それでは早速見ていきましょう。まずは一番簡単なやつですね。高校の時にやった円運動と、あれを大学物理風に書き直すってところから話を始めていきたいなと思います。まあ、その中で、方向ベクトル、半径方向の基本ベクトルと、周方向の基本ベクトル、回転方向ですね。まあ、それがですね、出てきますので、まあ、そういった形で進めていければと、思います。で、目標は何かっていうとですね、これ今ですね、半径が R の位置で回転しているですね、物体 B っていうのを考えているわけですけれども、こいつの速度が、なんかやりましたよね。R オメガで、接線方向に動いていて、で、R オメガ2乗で、中心方向に加速していると。で、これで引きつけているもんで、ずっと回転していられるんですと。これ切れちゃったらどっか行っちゃいますね。まあそういう話をしたわけですけど、なんかあれって、こう図形的にね、なんか扇形書いて、で、こう、ちょっと回転して、あ、R オメガデルタで、みたいな感じでやったと思うんですけれども、まあ、それだったらですね、なかなかこう、発展していきにくいというか、半径がじゃあこれ変化して伸びてったらどうなるのとかっていうのに対応できなくなっちゃうので、まず1個目のポイントですね。高校の時に求めた、こいつらね、R オメガとかっていう公式たちをですね、ベクトルの微分っていうのを通じて、まあ、求めていくと。それが非常に大事になってくるわけですね。これをですね、やっていこうかなというふうに思います。それから、まあ、出てきてね、R オメガになったねとかっていうのも、まあ、もちろん大事なんですけど、まあ、その意味も考えるのがすごく大事ということで、ここのですね、どういった向きにどれくらいの大きさでっていうのをやる中で、まあ、規定ベクトルのなんか重要性というか便利さが見えてくるので、まあ、この2点セットを持って話を進めていきましょうということで、やっていければと思います。ってことで、じゃあ、まずですね、ベクトルの微分で R オメガとかそういうのを求めるってところから見ていきましょう。やることは非常にシンプルですね。どういうふうにすればいいかというと、 R っていう1ベクトルを求めちゃえば、まあ、それをベクトルの微分、これだったら時間による微分ですね、単位時間あたりどれくらい RT が変化しましたかっていうので速度が求まるんで、どんどんr.t, r2.t っていう風にして、時間微分していくと。これだけでもう大丈夫なわけですね。だからいちいち、扇形とか書いたりしなくてもいいよっていう風に言ってくれているわけですよ。で、これに則ってやっていきましょうねという話なわけです。ってことで、じゃあまず最初ですね。この rt ってやつを求めるところから、始めていければなと思います。すごく簡単ですね。はい。半径が r なんで、で、要はこれの XY 座標を求めればいいわけじゃないですか。この、なんて言うんだろう、色つけて書いてあげるんだったら、横にこんだけ進んで、縦にこんだけ進んだら、ここの1ベクトルに到達しましたよっていうのをやればいいわけですね。なので、これ求めたいわけですけれども、そのためには、なんか、ここに直角三角形作れば良さそうじゃないですか。で、こう垂線を下ろしちゃって、こうするんですね。で、するとわかると思うんですけれども、r 対 r コサイン対 r サインっていう風にできると。もちろん変革はオメガ t ですけれども、まあそういう風にしてできるわけですね。なのでちょっと
素直にですね、書いてあげますと、もうちょっと補足しとこうかな。こうしてあげますとですね、よっと。R コサインと、R コサインオメガ T、Y 方向に R サインオメガ T と。まあちょっと画数多いんですけれども、まあ、こんな風に書けるわけですね。で、これを微分していくわけです。ちょっと微分しやすいようにですね、R をくくり出しておこうと思うんですけど、R くくり出して、コサイン、サインというふうにしておくわけですね。画数も減らしてですね、見やすいようにしておこうかなと思うんですけれども、まあ、そんな感じで省略して進めていきましょう。じゃあ、微分していきます。時間微分しますと、コサイン、サインの微分ですね、基本的には。なので、微分すると、コサインの側は、マイナスサインになり、サインの側はコサインになると。まあ、数学3習った人だったら、すごく、なんていうかな、簡単に進められるんじゃないかなと思います。まあ、ただ、ちょっと注意点があるということですね。コサイン微分して、マイナスサインオメガ t になって、サインを微分しまして、これが、コサインになると。ただしですね、ここにちょっとだけ大事なポイントがありまして、これがですね、このオメガが入ってるじゃないですか。なので、t で微分するとですね、その係数が、中身の微分としてエコー登場するんですね。だこれ前に出てくるわけです。したがってこう前に出てくるとどうなるかっていうと R オメガの、マイナスサインコサインになるんですね。でここで、まあ出てきたなというふうになるわけですね。この R オメガっていう速度なんだなっていうところですね。じゃあ R2.t っていうのを求めていきましょう。でそうするとこれはですねもう一個、オメガっていうのが、これ中身の微分として出てくるわけなんで、R オメガの、まあ、これ2乗になるわけですね。で、それで、マイナスサインシータを微分してあげればいいんで、マイナスコサインになり、コサインの微分は、マイナスサインと。っていう形ですね。なので、まあ、3点セット揃いまして、2回微分すると、まあ、加速度は R オメガ2乗だし、速度はR オメガです。で、まあ、半径はいつも通り R と。この関係が、まあ、求まったことになるわけですね。ここまで大丈夫ですかね。で、これですね、よく見ていくとわかるんですけど、なんかですね、繰り返されているベクトル、単位ベクトルがあるなっていうのに気づくわけですね。まあ、それが何かっていうと、このコサイン、サインだったりだとか、マイナスサイン、コサイン、あとここのマイナスのコサインサイン、まあ一緒じゃないですか。っていうのが、まあ、出てきているので、まあ、これをですね、うまく何かしらですね、文字で置いてあげるっていうのを次のところで見ていこうかなと思います。まあ、それが、まあ、いわゆる回転規定と、まあ、規定ベクトルっていうふうに呼ばれているものですね。見ていきたいと思います。さて、それでは規定ベクトルの導入っていうのをやっていきましょう。まあ、なんで導入するんですかって言われると、まあ、理由は非常にシンプルですね。まあ、これだと、どの向き向いたベクトルなのかっていうのが、いまいちわかりにくいっていうのプラス、毎回毎回このコサインサインって書いて、それを微分してマイナスサインコサインっていうのが、まあ、すごく、まあ、めんどくさいなっていうふうに思うからですね。まあ、それを簡単にするために、この部分をですね、まあ、これがどういった向き向いてるんだろうかっていうのを考えて、なんか文字で置いていこうねと。まあ、そういうことをやるわけですね。ではちょっと、場所を移動しましてですね、考えていきたいというふうに思います。この辺でいいかな。ですね、どんなふうになっているかってことなんですけど、まあ、考えるべきなのは、今さっきありましたね。このコサインサインってやつと、マイナスのサインコサイン。この二つですね。要は横にコサインで、上にサイン進んでやつと、まあ、マイナスサインなんで、左側にサイン進んで、上にコサインってやつ。これが何を意味しているのかというのを、見ていければと思います。これ結論から言ってしまうとですね、どっちが簡単かな。コサインサインの方が先に、分かりやすいと思うんですけど、コサインサインはですね、X 軸から、オメガ t だけ行ったところにある、こういうですね、基本ベクトルになってるんですね。これ、コサインのサインって、大きさ取ったら、コサイン2乗足すサイン2乗で、まあ、1になるじゃないですか。なんで、まあ、大きさが1でですね、なおかつこれ向きがどんなかっていうと、これ割と知ってる人多いかもしれないですけど、ここがですね、X 軸からオメガ t ってところに向いてるやつなんですね。まあ、こういうベクトルなわけですね。よろしいですかね。
で、まあこれをですね、じゃあなんてどういうふうにしておこうかっていうと、まあ ER、まあ、R の向きだよねっていうふうにやるわけですね。そうすると1ベクトルが表しやすくなるんで、 R イコール半径かける、まあ、半径方向の基本ベクトル、非常にシンプルですね。この向きに R だけ進んだら、1ベクトルになってましたと。ほんまかいなと。このベクトルを、まあ、どんどん伸ばしていって、まあ、確かになんかつながってそうじゃないですか。変革がオメガ t で、ここ R なんで。で、まあなんていうか非常に便利なわけですね。で、なんでコサインサインになるんですかって言うと、まあ非常に話は簡単で、ここに、垂線を下ろしてあげればいいですね。で、そうすれば縦成分、横成分に分けれるじゃないですか。で、ここにできた直角三角形に注目してあげると、これって1対コサイン対サインシータなんで。なので、コサインサインっていう風になっていて、で、それのことを ER っていう風に書いたと。っていうところですね。じゃあもう一本の方を考えていきましょう。さっきのは何かっていうと、いちいちちょっとズームアウトしすぎですけれども、マイナスサインコサインと。で、これが、どこに似てるんですかってことですけれども、こいつはですね、なんともこう、都合のいいことに、Y 軸からですね、オメガ t だけ行ったところにあるんですね。だちょうどですね、ER と対応なしているベクトルということなんですよね。はい。これがですね、非常に便利なんですけども。この ER と半径方向とプラス90度傾いたところにあるわけです。これが、マイナスサインコサインですね。ちょっと確かめておきましょうか。こいつをですね、また同じように垂線引いてあげて、縦横成分に分解するんですけれども、そうするとですね、ここを直角で、1対コサインシータ対、あ、すいません。1対サインシータ、コサインシータですね。さっきのちょうど、縦横ひっくり返してピッてやったわけなんで。で、なので、横成分どれくらいかって言ったら、まあ、こういう向きですけど、まあ、マイナスサインですよね。X 方向マイナス向きに、なんていうか、サインだけ進んで、で、これの縦成分はって言うと、こういうやつと。これ、コサインであると。したがって、こいつのベクトル、ここの指し示すベクトルとしては、マイナスサインカンマコサイン、オメガ t であると。いうことが、できるわけですね。で、これが、まあ、どんな向きなのかっていうと、まあ、y 軸からもちろんオメガ t っていう話ではあるんですけど、ですね、非常に便利なところがあって、まあ、これちょっとね、なんていうか、平行移動してあげるとわかりやすいんですけど、こいつをコピーして、ピピピピピって動かすじゃないですか。で、すると、ちょうどですね、これ半径の方向からプラス90度で、円を書いてあげるともっと分かりやすいですけれども、円周方向になってですね、こういう方向で、そこからですね、そこを滑るような方向ですんで、まあどうやっておくかっていうと、シータが増える方向ということで非シータっていうふうに、まあ、書いたりするわけですね。だからこの ER っていうのと E シータ、この2つを使えればいいということですね。もうちょっとだけちょっと補足しておくと、なんでこの ER とね、ここの Eθって書いたやつが垂直になるかっていうと、Eθってこれ Y 軸からω t っていう角度にあるわけですけど、それって要は90度足す ωt っていうこの角度なわけじゃないですか。で、90度足す ωt っていう方向を向いたベクトルと ωt っていうふうに向いたベクトルの角度差はって言ったら、引き算して90度残るじゃないですか。っていうことを言ってるわけですね。オメガ t 足す90度の位置にあると。で、そこからこれを引いたら、ここの間の角度が90度ですねと。なので、プラス90度だけ向いてあげたってやったら、あ、ここかと。だから半径方向にっていうことができたというところですね。これが ER で、プラス90度と。この2つがですね、非常に重要な役割を果たしてきて、で、そうすると、さっきのやつ非常にわかりやすく書けまして、1ベクトル R は、ER の方向に、R ですし、このマイナスサインコサインっていうのは E ってことなんで、この円周の方向に R オメガ、まあそらそうっすよねみたいな感じのが出てきて、まあ円運動してるんで、まあちょうどいいと。円周方向だし、これはっていうと、R オメガ2乗で、これ ER のこれ逆向きですね。ちょうどマイナスが両方ともついてるんで、で、ER のこう、戻ってくる向きに対して、Rω2 乗って言ったら、ちょうど、更新加速度になっているわけなんですが、これで ER、このマイナスの ER なわけですけど、
要は半径方向にマイナスの r オメガ2乗っていうのはこのなんていうかな引っ張ってる方向ありましたけどこういう向きですね。で加速度を働かせていると、まあ、それによってこう外に飛んでいかないでずっとですね円をキープしていられますよねということでですね、あのなんていうんだろう、ちょっと今までの話まとめると、まあ、とりあえずですね、まあ、こういうのもあって微分していってですね r オメガとか出てくるんですけど、まあ、その向きもですね非常に分かりやすいことになってて、でまあ、いちいち書くのが大変なんで ER とか E 下使ってこう表せ直しましたよというところですね。まあ、てなわけでですね、まあ、こういうのを駆使しながら、まあ、どんどんと話を進めていきたいなと思います。では続いての話、見ていきましょう。